my hacking business. もんでやりますか。一丁もんでやりますか。そりゃ波に乗ろうぜ。
開始だ。せーの。一丁もんでやりますか。正義は必ず勝つ。なんと。ザクソンから仕事の依頼が来た。まずはフーディへの諸君、君たちに新しい依頼だ。ザクソンから離反者が出たことは君たちも知っているね。彼らの名はチームデモンズ。ジミー・ケンを中心にした新しい確かな筋から入った情報によれば、彼その人物の名は岸辺リー、神城の幹部だ。神城だって。彼女はおそらくハッカーたちの力を利用して神城を私物化しようとして、君たちにはその証拠をつかんでほしい。エデンの正常化には神城自体の浄化が必要だ。そもそも僕が、この先はただの長話だ。早い話が、神城のメインサーバーに潜入して神城の不正を証明するデータを奪ってこいということだ。神城のメインサーバーってアバロンサーバーかよ。ユーゴのやつ、あそこに侵入するには関係者のアカウントが必要だぜ。まさか誰かのアカウントを借り。安心しろ、その必要はない。ユーゴから神城前社長の娘神城優子に接触しろと言われている。接触方法はお前と千歳に任せる。私は。お前は寝てろ。もう大丈夫だよ、サポートくらい。ダメだ、俺は野暮用で出てくる。アカウントを入手したら。オッケー、じゃあ行こう。エリカ、大人。なぜ僕は渋谷に来たんだろう。そんな顔をしているな。
では教えてやろう。俺たちはこれより上白優子こと優子ちゃんを口説き落とす。リュウジから接触方法は任せるって言われただろ。男と女、彼女にしちまえばアカウントだろうが電話番号だろうがスリーサイズだろうが知り放題ってわけだ。いやあ、ゆうこちゃん、僕とお茶でもど…いやだ、かっこいい。あなたのためならアカウントでも電話番号でもスリーサイズでもな…ありがとう。でも、そう、君の心…いやあ、千歳さん素敵、私の心のファイアウォールを…というわけだ。え、どうやって肝心のゆうこちゃんに会いに行くのかって。実はな、こんなこともあろうかと前々から彼女のことはチェック。なんだその目は、やましい目的じゃねえって。彼女は上白の関係者だぞ。警備の厳しい上白の社内では接触できないからな。とにかくだ、こう自宅を張るなんざもってのなんかいまいちやる。いいか、確か考えてもみろ。女性の警戒心をそぐと声をかけるときには笑顔で、男と女が誕生したただ一年にか、その努力を、いいや、できまい。ん、いいんだ、初めて。安心しろ。そ、まず最初のナンパに、そんな人の数だけ恋の形がある、つまりだが、お薬当たって砕けろ。というわけで練習だ。そしてく、よくぞ僕の存在に気づいたね。君もビッグな人物になる気配を感じるね。この可能性に行けよ。次も内田を見つけることが。見ろよ、不敬さんだ。ちょっと大人のお姉さんはレベルが高かろう。こ、
ゲイさん、よかったら俺と。ああ誰が不敬さんだ、誰が。私は刑事さんだぞ、こら。すいません。何の用だ、こら。ふざけた用事だったら逮捕すっぞ。は、はい。あの、俺、お茶を。お茶？ああ、そういうことか。それなら早く言えばいいぜ。任せろ。え、本当ですか？やり。おう、渋谷の喫茶店に案内してほしいんだろ。道案内するのもおまわりさんの仕事だからよ。え、いやいや、違う。そこの角を曲がって、まっすぐ行って、右行ったとこな。渋谷は人が…そうっすね。でも、そ、あの、俺、お姉さんとお茶しに行きたいんです。は？あ、はい。おー、あよく見ていたか。いくら可愛くてもおまわりさんには手を出すな。全滅か。落ち込むな、弟子よ。言っただろ、ナンパの世界は諸行無常。じゃ、本番行こうぜ。何驚いてんだよ。わす、仮にさっきのナンパ全てに成功したって、かん、彼女は食べ歩きが趣味で、出没範囲は相当広いんだ。さてと、一階にもいい。ビンガーた、ネットの画像で見た通り、結構よし、弟子よ。ここは、へい、そこの彼女、ちょっといいかな。君、可愛いから声かけなきゃと思ってさ。よかったら、俺とお茶しない？お茶は微妙。それなら、俺こう見えてフットサルが好きでさ、これから近くのコートで練習するんだけど、見に来ない？ああ、実はここ来るの初めてでさ、カフェがどこにあるか教え。俺のラブメンタルポイントだとは、お前だけが頼りだ。前にお会いしましたよね。好きなんですか？私も好きなんです。ここのこの子は、ひょっとして知らないんですか？ここのオムライスの美味しさは、
トラル病院で、あれほど飲み物に対して可能性を示した。いえ、それも違いますね。良いものを知らなかったからといって、そのこと自体に罪はない。知らなかったのなら、これから知ればいいんです。今度は私があなたにここのオムライスの美味しさを、ここのオムライスの一番のポイントはですね、独自の濃度に調整されたホイップ、そのバターをたっぷり使ったプルプルのオムレツが、固めのチキンライスの上にあなたにもありませんか。目の前でプルプルと揺れている食べ物を見て、行儀が悪いと知るここでは、思いっきりその横手の光景を、どうやらまだ、やはり百聞は一見にしかず、一緒にどうですか。あなたのおかげで二人連れ以上じゃないと頼めない超絶大盛りセットを堪能することができました。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。はい、もしもし。あ、リップ、いえ、すいません、呼び出されてしまって。本当はお礼にもう一件お聞きする。やりやがったな、畜生。なんだよ、お前いつの間にあんな上級者を落とせるテク身につけてたんだよ。あれか、俺の背中を見て覚えたってやつ。初めて見たときで、どうよシリア、連絡先聞けたか。次に会う約束は。どうした？これがオムライス超絶大盛りセットです。あの、どうぞ先に食べてください。私だけが食べるのでは申し訳ないです。今日はあなたにここのオムレツ、私だけが食べるわけにはいきません。美味しくない。ユーゴから話は聞いています。私のアカウント必要なんですよね。
実は私も神城には思うところがあるんです。だから協力させてもらいますね。アカウント、さあ、いよいよ。いやまさかユーゴが。それなら最初から普通に話しかければよかったな。いやどんまいどんまい。あーそうだリュウジ、お嬢の様子はどうだ。あれからだんまりだ。あら、すっかりご機嫌斜めか。ともあれ、アカウントは手に入った。サーバ侵入を始めるぞ。でもよ、標的のデータのめどはついてるのか。いや、ユーゴからの依頼は岸辺理恵とハッカーの癒着を証明できる何かだ。具体的なデータじゃない。だから今回は神城のメインサーバであるアバロンサーバ。なるほど、網を張ってサーバ内でやり取りされるデータを監視しようってわけだな。まず俺と千歳がこっちの端末から陽動を仕掛けて、サーバ内、その間にお前はエデン内からサーバへ侵入して指定のポイントにマルウェアを仕掛けろ。これでより機密度の高い情報が集められるようになる。なあにうろたえてんだよ。今回の作戦じゃ一番簡単な仕事だぜ。陽動やサポートは高度で熟達したハッキング技術が必要だ。しかも相手は天下の神城様。新人を卒業する本来はログインする際に多少の違和感はあるだろうが我慢しろ。大丈夫だって、お前結構根性あるんだからさ。持ち場につけ。準備ができ次第合図する。オッケー、位置についたぜ。始めろ。顔がにやけてる。どうせろくでもないことか。君に言われなくてもちゃんと休んでるよ。
それより分かってる？中に侵入したから、私バームモンを一緒に連れて行って、分からないことがあったらこの子に聞いて。私とも、よろしくね、ワーム。任せて、エリカ。驚いた？エリカの記憶からハッキングスキルを学習して、エリカと同じことができるよ。ついでに喋り方も、エリカ。そういうことだから。詳しくはその子に聞いて。あ、それとこのことがお兄ちゃんにも内緒だからね。ワームも、その子がアバターに変なことしないように見張りよろしく。ここがアバロンサーバーか。サーバーの中心部まで行って、ここのセキュリティデジモンはかなり強力だから気を抜かないで。初めてなのに言ったでしょ。それでエリカの知っていることは私にも。なんでそんな。エリカの記憶はだから、私と宝の私も。脳の制御がうまくで、人の脳は本来使う範囲はとても制限されてる。エリカの脳はその制御がうまくできなくて、記憶をデータ化してエデンの特別なサーバーに預けることで脳への負荷を抑えてるんだって。エリカは端末を介して常にそのサーバーと記憶をリンクさせていて、神城と提携しているセントラル。放っておくと脳から体の臓器へ送る信号がどんどんおかしくなって、体のあちこちが、うん、エリカの記憶サーバー。さあ行こう、もう龍二たちの労働が始まる。
人が神城の幹部騎士ゆうこちゃん、こんなところで何してるのかしら。私との約束の時間よりもまだ早い。もしかして誰かとで、もうゆうこちゃんたら、あなた、今日疲れが出ちゃったのね。かわいそう。ダメじゃない、ちゃんと休まなくて。それなら今日のお約束はキャンセルしましょう。ね、ゆっくり休むのよ。見ていてヒヤヒヤして、なんとかごまかせたみたいだけど、私エリカの記憶サーバーからものすごい感情データが伝わる。これが消えた。